さあ続いてのコーナーは、人妻枠。はい、えー、これも今日から始まる新コーナーですけれども、<あ>まあ意外とこの番組はですね、人妻の方も聞いてるということで、人妻の皆さんからのお便りです。特にあのテーマとかないんでね、えー、愚痴でもいいですし、何でも結構です。私、一度り目を通しましたけど、これはかなりの、かなりのコーナーにな,あかなりのコーナーナなりそうですか。あそうですか人妻枠 <laughs> 私のネタから新コーナーができるなんてものすごく嬉しいネーム、<っ>ラジオネーム、うん、セックスマシンガンズ <laughs> <laughs>、えー。いいね。はい。この頃とても寒いので、うん、ファンヒーターの前に仰向けに寝っ転がり、うん、両膝を立てて、うん、股を広げて、うん、温まっていると、<laughs> 毎回旦那にお行儀が悪いと叱られるが、 股を温めると非常に気持ちがいいのでやめられない <laughs> 人妻の皆さんお試しあれ男の人はマネをしないように <laughs> たまたまの温めすぎは子供たちが煮えてしまいますのでやらない方がいいでしょう <laughs> なんだこいつこの人なんだのそのロデオボーイの ネタをね最近は「股を温めて」いてこれはいいじゃないですか人妻っぽいですよね股を温めるラジオネームええ爆笑さん問題さんこんばんはこの度はこのような人妻枠を設けていただき誠にありがとう丁寧だまず人妻丁寧ですね挨拶が私は以前 ディスカウントストアで働いていました。うん、ある時、おもちゃの値段と何か宣伝文を書いてと10枚ぐらい用紙を渡されました。うん、いわゆるポップです。うんうん、これは面白いとか、うん、家族みんなでとか書いていたんですが、そのうちネタがつき、うーん、95ガールとか、<laughs> <laughs> 少年ピップも持っている。 何とか終わらせましたな何書いてんのそして次の日店長に呼ばれ「うん、ガールとかピップっての <laughs> 誰も知らないんだけど」と聞かれました <laughs> まさか店長が見るとは思わなかったので焦りながら「うん、爆笑問題の深夜放送のコーナーで」と説明したところ「うん、えー エムなんか聞いてるの？<laughs> 大人なんだからせめて FM を聞きましょうよ。そういう問題十歳年下の店長に呆れられてしまいました。<laughs> 大人が聞くのは FM なの？あれエムだじゃんね。エムの,の方が音が聞くんじゃないの？こんな私は何があるですか？ああいいですね。四十五歳です。ああケメコさん。ケメコさん、ね。いいね。<laughs> えー、ラジオネーム、まるコ大、うん、<laughs> 田さん、田中さん、こんばんは。はい、再来月で30を迎える、一児の母、まる子と申します。うん、今回、人妻枠ができたとのことで、うん、恐れ多く <laughs> 丁寧、ね、投稿させていただきました。もう、ドキドキしてます。<laughs> エロネタも、姑ネタもないわけではないのですが、うん 主人もこの番組を聞いているので披露することができません。うん、なので今回は私がいかにカーボーイを好きかを語りたいと思います。私がカーボーイを聞き始めたのは7年前。うん、まだ独身時代に友人にカーボーイがいかに面白いかを熱く語られたのがきっかけでした。これと言って面白いことも浮かばないので、うん、リスナーに徹していましたが、うん、それはそれは毎週楽しみです。<laughs> <laughs> md に録音してしょっちゅう聞いていました。はい、あ嬉しいね。中でも好きだった。コーナーは、うん、cd 田中で、うん、ネタ。職人の皆さんはすごいよね。うん、などと。<laughs> 友人と語っていたものです。優雅だね、本当ね。ちなみに主人はまだリスナー歴が浅く、CD 田中を知らないのであ知らんだ。私がいかに面白いコーナーだったかを伝えるのですが、あの反応からしていまいち伝わってない。難しい、あれね難しい、あと私はミスター・チルドレンも大好きで、ミスチルがゲストに来ると聞いた時は狂気乱舞しました。しかし、ミスチルゲスト当日の朝、主人と些細なことから喧嘩をしてしまい、 私は妊娠中だったにもかかわらず、うん、近所のビジネスホテルに家出することにしましたしかしふと我に返った私は「<う>待てよ、うん、今日家出をしたらカウボーイが聞けない<う>しかも今日はミスルが来るのにうん、うん、そんなの嫌!」と思いとど、うんうん、まりました、うん、しかし喧嘩した主人と顔を合わせるのは嫌だったので、うんうん 家にあった携帯ラジオを持って家出をしました。うんうん、かわいいですね。ね <laughs> すごいね。大戸屋っていうのこれ。大大戸屋。大戸屋,、うん、屋で夕食、夕飯を済ませ、うん、新宿のビジネスホテルで一人。うん 妊娠6ヶ月の大きなお腹を抱え、カーボーイを聞いたのも、今となってはいい思い出です。まあまあね。余談ですが、サザンも好きなので、桑田さんゲストの時も嬉しかったです。その後息子が生まれ、やはり夜泣きなので、思うようにカーボーイが聞けなくなるので、主人にラジオサーバー、以前番組で紹介されたラジオ番組が何千、何千時間も予約録音できるやつをプレゼントしてもらいました。 すごいその時私は主人に iPod タッチをプレゼントしたので金額的にはトントンでしたこれで私のカウボーイライフはバラ色、うん、購入時から現在に至るまで、うん、日中は家事育児をしながら何回も何回も聞いています、うん、い何回も聞くんだカウボーイを私に教えてくれた友人は現在ロンドンに留学中 <laughs> ラジオサーバーで撮りためたカーボーイを主人に CDR に焼いてもらい送ったところロンドンですりにあってしまいへこんでいた友人はとても喜んでくれよかったよかった世間ではやれ公演デビューだやれママ友だと言われていますが私にはそんなもの一切興味なッシングこれからもカーボーイを聴き続けます、ええ、カーボーイを永遠になれ 私の言うことなんてどうせつまらないから投稿 <laughs> いい迷いましたが全部 <laughs> 面白いよ <laughs> きっと太田さんが面白おかしく読んでくださるだろうと思って投稿しました、うん、いやつまらないネタでごめんなさい <laughs> 十分面白いですよねっていうか心配ちょっといいじゃないですかねあのご主人ちょっと引き気味な感じがまた伝わってくるよねなんかいろいろねやってあげてね CDR 焼いてあげたりしてね喧嘩しちゃうところがまた可愛いねこの子はラジオを持って家ですよそうですラジオ持って大ーでしよラジオネーム天コロ太田さん シェリーブランクスさんこんばんは, <laughs> は今ねちょうど売り出してますあの、えー、我々の DVD これのパッケージ私がねやってます,すね私は現在33歳、うん、結婚して10年目の人妻、うん、子供はいません、うん、人妻枠ができたということで早速投稿しようと思いましたが <laughs>、まあうん、何を書けばいいのかわかります本当 <laughs> そうだね <laughs> とりあえず2日前にあった出来事をメールします、うん クレジットカードの請求書が届いていないので、うん、夫に知らないかと尋ねると、うん、明らかに挙動不審。問い詰めると夫が請求書を隠していたことを白状しました。らなぜ隠していたかというと、うん、請求書の明細には、某ブランド店にて、7万1千円の買い物の記録がありあれれ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 れ、やっちゃったこれ。何を買ったのか追求すると。ああ キャバ嬢へのクリスマスプレゼントに財布を買ったというのです。これはダメこれ。おまけに私には何のプレゼントもなし。そりゃ最悪ですよ。めちゃくちゃ腹が立ちました。そりゃそうでしょ。ぶん殴りたくなりました。でも話しているうちに、だんだんと怒りを通り越して呆れてしまいました。隠蔽工作に失敗し、おまけに正直に全部話してしまう。この馬鹿さ加減。 今はこのどうしようもない夫にどうやって復讐するべきかが私の一番の悩み事です、うん、<laughs> ああもうねカウボーイにメールを出すより、うん、ミのもんたに電話するべきなんでしょう <laughs> あちなみにセックスは3年していません <laughs> 聞いてねえよかっこ笑い聞いてねえよそんなの <laughs> というか <laughs> トズママクってこんな感じでいいんでしょもう十分ですよもうドストレートですよもうそういうことですよ,よ、ま、ではこれからもお体に気をつけて頑張ってください、ええ、ラジオ楽しみに聞いていいすいやもうやっぱ丁寧さが違うよね, <laughs> <laughs> ね子供たちのメールが感魔女に7万はねだけど甘いねそんなねどうしてそれバレるそうなるのにどうしてカードでね,ねはいこれは本名こ ペンネームがないんですが、ちょっと一応、匿名でいきましょう。はいはい、太田さん、つれずれ低草原さん。<laughs> こんにちは。<laughs> なんだよ、つれずれ低草原。まだ入籍はしてないのですが、うん、今年に入ってから彼と一緒に暮らし始め、うん、現在は専業主婦をしております。うん、ラジオネーム、うん、あ、ここにあった。おふく。<laughs> かふく。30歳。うん、と申します。 人妻として投稿するのはまだ早いのでしょうが、うん、番組の長年のファンなので、うん、メールさせていただきました。はい、彼とは遠距離恋愛や別れの期間などいろいろ含めて10年ほど付き合い、えー、ついに結婚することになったわけですが、同居が始まって1週間ほど経ったある日、うん、とてもショッキングなものを発見してしまいました。うん、それは彼のパソコンのハードディスク内にあった、うん とあるファイルです。うん、ちょうどその日、彼は出かけていて、夜まで戻らなかったため、うん、暇を持て余した私は何の気なしに、彼のパソコンの電源を入れてみました。うん、以前にも彼のパソコンで熱湯したりしたことはあったので、うん、そこまでは何の問題もなかったのですが、うん、その日は私の中の悪魔が囁きました。うん、別れている間に他の女と付き合った証拠が、 どこかかに隠されてるかもよ悪魔がまたささやくんだそんな <laughs> もちろん過去の女性のことが分かったからといって傷つくだけですし他人のパソコンの保存データを勝手に探るのは人として卑劣な行為だと認識していますしかし悪魔のささやきはに私は乗ってしまったのですまず エロサイトでダウンロードしたらしき動画が収められているフォルダーがありましす全て見たわけではありませんが、うん、ほとんどが共通して、うん、同じ行為のテーマだったのでなん <laughs> だろうそれはははあ <laughs> 彼はこうされるのが好きなんだ <laughs> と分かりましたんだろう同じ行為のテーマなよくもまあこれだけ集めたなと、うん、半ば感心していた矢先、うん 他とは違う種類のファイルがあったので、うん、クリックしてみました。うん、するとそこには、目を疑うような動画が、な,<に>なんと、うん、彼が他の女性といわゆる、えメ撮りをしている動画があった。マジで 思わず私はヒ <laughs> いや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 叫んでしま,いましたよマジ私は勇気を出して彼に打ち明けました、うん、これで彼からの信用を失うことになり、うん、結婚がダメになってしまうかもしれない、うん、覚悟をしていた私に帰ってきた彼は、うん、彼の答えは驚くべきものでした、うん、何それ俺じゃないよ、うん、ダウンロードした動画だよ俺にはそんな趣味ないよ <laughs> アウンロードしてんじゃ、ね、そうなんです、うん、<laughs> なんと私は人違いをしていたんです、うん、本当アホアホアホです <laughs> その動画は恐ろしくなってその日のうちに勝手に消去してしまったので、うん、今さら検証はできませんが確かに <laughs>、うん、本当にあの動画に映っていた男性は彼だったのかと問われると、うん、自信が持てま、えー、<laughs> だけ もう見ちゃだだよ <laughs> と言っただけでそれ以上は <laughs> 何,で何も言いませんねん <laughs> <laughs> おかしくねえか言ったっていいんだよそれ別に <laughs> そんな彼をかっこいいなと思いますます惚れてしまった <laughs> え <私 S 1> なんだそれ <laughs> 全国の人妻の皆さんちょっと待って旦那のエロ画像には気をつけましょういやいやよくわかるねえなそれもうじき人妻になるおふくでしたおこんな内容でよかったでしょうすいませんいやいや全然 OK ですよすごい私は過去に付き合っていた男性と一度だけハメ取りをしたことが彼の出方によっては 私だってしたことがあるから、ワイコだしみたいに言ってやろうと思っていたのですが、すごいな。そこは言わずにいてよかったと、安堵しています。すごいね。PS2。予約していた2ショットの DVD が今日届きます。楽しみにしています。これからも期待しています。という。いやー、ちょっとおさん。これ、目玉なんか分かんないですね。一つまぶは。見事な。すごいね。はー。 人妻の皆さんもこういっぱい聞いててくれて、しかも、うん、あの、出さなかったんだね、ネタはね。うん、そうでしょうね。ね、やっとこんなんでいいですかって、こ,んなんでこうやっていろいろ。よろしいんでしょう。もういいな、よかったね、この場、えー、ね、コーナー始めて。はい、宛先。